でオープンキャンパス受付になっております。あちらのオープンキャンパス受付の方におはようございます。おはようございます。大学全体の入試説明会を行いたいと思います。30分ほどお付き合いください。よろしくお願いいたします。私は東北学院大学の入試部長七海と申します。よろしくお願いいたします。こちらの方を見ていただきながら30分ほど入学試験の説明をしたいと思います。このガイドブック早速開けていただきまして1ページ上段です。変更点が掲載されております。今回東北学院大学ではなおこの1ページの下の段に表が載っております。2018年度入学試験の学校教育はもちろん扱いますけれども、それだけではなく教育ってどんな意味があるんだろうかとか、もっと広い視野で教育を学ぶ、あるいは社会の中でどんな教育が行われているか、どんな教育をしているか、行きたいとかということは多いですね。はい、今日他のブースですけれども、部活と大学で生活どうやって過ごしてんのみたいな話を急に変わる。経済がそうですから、ね、経済だけ。次プログラミングに入っていきます。
まあ、本来であれば、まあ、誰が経営していくか、それは一番いいのは会社に大きな利害関係を有している人間。じゃあその会社に大きな、利害関係を有する人っていうのは、その商売をする上ではどうしてもお金というものが必要になってくるわけです。じゃあどのような人間、どのような方が、まあ、ないし人がその会社経営に関する資金を提供するのか。これ中に人が入ってまして、それまではここで手足がつくと、やっぱりこれはまあ、ちょっと見えるべですけども、死んだ人の魂を持ってまして、でこの人来た人来たなんかクワッチャ作るお手伝いとかして、でまあ日の日は宮城県の東らへんのところで大丈夫午前中は1時間時間を頂戴してるんですけども、時間があるようでないような感じなので、私割とマシンなのように喋っていきますので、頑張ってついてきてね。あ、みんな高校生、メモを取る癖をいずれにしてもつけていくね。こういうふうにデスクで行くときは自分のでっかいノートで、歩きながらのときはちっちゃいメモ用紙、いつでもパッと出せるように用意しておくこと。美味しい水が作られるようになったということで、まあ、大阪人調子に乗ってボトルで売り出したんです。まあ、大阪の水からの話なんですけど、まずいというにはちょっと原因があってね。あと結婚式を挙げることもできる礼拝堂になってます。でステンドグラスもとっても綺麗なんですけど、ここはちょっと中はちょっとステンドグラスを見ていただくということになります。はい、それでは礼拝堂の中に入るので、ここからは静かにお願いします。お手元にお金ご準備の上お並びください。やっぱりサークルとかですね、そういう活動は非常に保護者の皆様、並びに生徒さんもいらっしゃるんですね。これからですね、お時間45分ほど頂戴して、恋子が成功してる、または失敗してる